はい、速稼塾の久保でございます。皆さんおはようございます。今日はですね、ちょっと政治色のことを、ね、お話したいかと思いますね。私はね、今特定の政党に対してすごく興味を持っているところがあります。まあ結構長いですね、これはね。一つは、まあ令和新選組ですね。令和新選組ってのは消費税を廃止するというところに向かって、その他たくさんのね施策を練っております。もちろん芸能界から出ていてですね、それから政治活動を始めた山本太郎さんが党首でございまして、ベテラン政治家さんに比べると見劣りするところはあります。まだやってみないと分かんないところも結構ありますよね。ただやっぱりそのぐらい大きな決断を私たち国民がしなければ、もうね大きな風が変わることはありません。実際に山本太郎さんの出現によってですね、他の野党っていうのは合流する意向を示してるんですよ。その中でいきなり消費税廃止はできないけども、下げることによって徐々に廃止に向かうという、こういうふうなね妥協案が探れたのはとってもいいことだと思います。そうなんですよ、野党ってのは消費税を下げることによってですね、共同することができるんですよ。そうなると巨大政党自民党に対抗できるんではないかなと思います。さあその自民党ですけどもね、露骨さがますます激しくなってきましたね。検事総長の定年延期とかね、むちゃくちゃですね。これをね、むちゃくちゃだと思わなくちゃいけないんですよ。それから桜を見る会の追及が未だにテレビとかね、ネットでも話題になっていて、でも今でも桜の見る会やってんのはいい加減にしろよ、もっと大事なことあるだろうっていうふうに国民の感情動いておりますけど、と思いますけども、それがね、思うツボなんですよ。ずっとのらりくらりと一つの話題を交わしていれば、いつか国民は忘れるさっていうふうに思うわけなんですよね。忘れてしまった時に、既定事実ができてしまうんですよ。そうなんですよね。文書を廃棄したことにすれば全ては言い逃れができるという不名誉な実績を作ったりとかですね、明らかに IR 保護法案で、汚職をしていたのに裏金献金を受け取っていたのに起訴されないとかね、こんなことがまかり通るんですよ。それから文書を改ざんして嘘の答弁を繰り返してきた佐川財務局長、無罪ということですよ。代わりに籠池さんは被告の席に立つわけですよね。でこういうふうにね、真面目な人が痛い目を見て、そしてですね、悪さに適した人が、もうね知恵を絞った人が生き残る、こういう世の中を変えてくれるのはもはや令和新選組ができるとは言いませんけども、少しでもその意思があり、全ての質問にきっちりとワントゥーワンで答えてくれる政党、これはですね今のところ令和新選組しかないのかなと思います。そしてもう一つ、 NHK から国民を守るとですね、N 国党のやっぱりすごいなというところは NHK をぶっ壊すところなんですよ。 NHK って単なる放送局じゃないですからね、超利権団体です。 NHK によって全ての放送局は掌握されていて、放送局が掌握されてるってことは新聞とか雑誌のメディアも全てですね、広告料という名のもとの、裏金によってですね操作されてるってことなんですよ。これに気づける人はほとんどいません。私はアフィリエイトをやってきたので広告の恐ろしさっていうのが本当によくわかります。広告料ってのが世の中の売り上げの中で最も売り上げが高く、最も粗利が高いものだと私は思ってます。アフィリエイトやってきて1億円1人で稼ぐ、こんな世界はもうね他にないと思うんですよ。製造業で1人で1億円稼げますかね。その他で1人で1億円稼げる事業があるとしたら、これないんじゃないかなと思います。考えられるのは放送によってアクセスを集めて多くの視聴者さんに対して広告を出していくことによる広告料でございますね。でこれができるのが NHK なんですよ。いや待てよと、 NHK 広告取ってないじゃないかと思うでしょ。広告よりもえげつないことしますよね。 NHK は放送を勝手にしといて全ての国民に放送代をよこせっていうわけですよ。このね強制徴収というね、ほんの税金よりも効果が高いんですよ。はっきり言って見ないんだよ、電波止めてくれよっていうね、 N 国党の立花隆さんの理論っていうのはまさにその通りだなと思うわけなんですよね。私たちはいつの間にかですね、ものすごく支配されていることに気づかなければなりませんし、私たちが豊かにならないのは政治のせいっていうところがかなり大きいです。私もロスジェネ世代ですよ。就職氷河期にぶち当たって転職も不可能になり、自分でやることは八方塞がれてですね、そしてもしかしたら私も派遣社員になっていたかもしれません。派遣社員になりブラック労働にまみれてですね、今40代50代の自殺率どのぐらいかご存知ですか。 10% から 20% の間なんですよ。全自殺者のうち40代50代みたいなね、最も働き盛りで最も力にあふれ夢にあふれ、もしかしたら家庭を持ったりとかね、好きな人と暮らしている、そしてお父さんお母さんをこれからもう親孝行したいなっていう世代の方が絶望して自殺してるわけですよ。こんな世の中、私たちの個人の責任なんですかね。
うん、そうではないと思いますよ。私たち個人の責任、努力に頼るところもあると思いますけども、地盤がここまで緩んでしまえばね、もう踏ん張りどころがないというのが私の考えです。ということなんで、よく聞かれることだったんですけども、まあ、久保さんは何よりですかと。何よりも何もないと。自分の思いに一番近いことを言ってくれるところが、私の支持する母体だということです。そしてですね、私自身が政治の世界に入ってくることも、かなりね、強く考えております。本気で考えています。まずは、来年のですね、町内会長からでございますけども、やっぱりね、市議会に入ったりとかね、場合によっては参院選とか衆院選に、私はお金と時間がありますんで、ね、ここではっきり言うのもあれですけどね、お金と時間がありますんで、政治の世界に打って出ることはそんなに難しくないです。そして政治のロジックもおかげさまで、かなり学ぶことができました。肝心なのはですね、私も商売やってきてですね、国税に入られたくないなというところなんですよね。政治活動してちょっと危ないこと言ったら国税が入るみたいなことがあってね、もうそれは嫌だなと思いますんで、なんかいい知恵ないですかね。せっかくねやる気があるのに国税が怖くて動けないってことになったらいけないですからね。まあそういうのも避けるために私は最高課税でずっと決算の方してきましたんで問題はないと思うんですけども、ただやっぱりね、多くの方の今まで以上のバッシングを受けるんだなと思ったらね、ちょっと怖いような気がしますよ。さあ今日はですね、例のやつネクスト、急に話題変わりますけども、例のやつネクストが始まるという話題も速稼塾の皆さんにはお知らせしていこうかと思います。資金の問題はここで解決、例のやつネクスト。それでは本日は以上です。